当たんないね、それ全然。痛い。なんかもう道が分からんのよ。なんかいるでしょ。うわびっくりした。あ、クリムゾンがいる、もしかして。敵はどっから来る。そっちかい。おい、一方通行だ。どうしよう。素晴らしい。突然、歯磨きが趣味になりつつあります。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。黒とホラーの英才教育こと藤田美志郎です。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでその話は後でしつつ、本日もバイオハザード HD リマスターやっていきましょう。ちょっともう忘れたよまただいぶ経っちゃったんで忘れました。ヘビを倒すとこだったのかな、多分。うん。で、アイテム整理をちょっとして、そうだよね、多分噛んじゃった多分ヘビを倒そうとしたんだけど、なんか何にも武器とか持ってなくて、これ無理だって言って多分逃げてきて終わったんじゃないかなと思うので、ヘビを倒したいんだけど、まあ、こんぐらいあれば倒せるっしょと勝手に思っております。ね、ショットガン。グレネードランチャーはね、焼夷弾と硫酸弾しかなかったので、とりあえず硫酸を入れてみました。なんか爬虫類っぽい、モンスターには硫酸弾が効くんじゃないかなと思ってね。うん。で、ハンドガン。あと多分弾は落ちてると思うので、それで行ってみようと思います。よし、というわけで、待って、ここはどこ？どこのセーブポイント？ヘビと戦った場所ってどこだ？あれか、鍵開けたとこか。え？この辺だったっけ？ちょっと待って。ヘビの部屋が、待って、どこだったかわかんなくなっちゃった。あれ？ここ。ハンターとかいるっけ？え？待って、ヘビの部屋どこだっけ？こっち？んとね、ちょっと待ってね、思い出すまで時間かかるわ。この先ってなんだっけ？この先は違うな。いや、急に、ヘビの部屋がわかんなくなっちゃってさ、めっちゃかじってるな。すいません、うちのデグーさんが、ちょっと今日も全力でかじり気をかじっているので、ちょっとガタガタ言うかもしれませんが、すみません。そう、急にヘビの部屋どこだっけって分かんなくなっちゃって、10分ぐらい今迷子になっちゃってさ。そうね、ここだったね。自分の動画をちょっと見直しちゃったよ。これもうさ、いるのよね。あ、これ拾うか。さすがに、ここまでは来ないと思うんだけど、え、来ないよね。なんか、階段の下だよね、だって。階段じゃないか、はしごか。そうそう。これ今降りて平気かな？硫酸6発で倒せるといいんだけど、ちょっとこっち来てくんない？多分さ、顔をさ、そうそう。当たんないね、それ全然。当たった。いいのでは？顔をさ、上に上げてるときに撃たないと意味ないと思うんだけど、ちょっと今一発、ミスったな。当たった？それ、一応当たったんか。痛い。それ毒食らうのでは。あ、死んだ。あ、意外とすぐ死んだわ。あ、毒も大丈夫だった。そうだ、っていうかブルーハーブ持ってくるべきだったね。すごい邪魔待って。これは、どっかで使う本だな。どこで使うんだっけ。ちょっと待ってね。何か他に。もう何もないのか。ヘビすごいね。ちょっと可愛いけどね。残念だったな。よし。そっか、ここは通れないのか。ということは、とりあえずじゃあ上に登って、
この本を使う場所はどこだ。あれ、この本ってどこで使うんだっけ。全然覚えてないな。とりあえずヘビは倒したけど、本を使う場所？なんか本が抜き取られているみたいなところあったっけ？これはちょっと調べないと無理かもな。私今全く記憶がない。やっぱ時間空いちゃってるからね。連続してやってたらもうちょっとね、いいんだろうけど。セーブしたいから、どこに行ったらいいんだ？ここでいいのか。本を使う場所？何したらいいか全然わかんなくてさ。そういえばここに、これがまだあったなと思って、これを多分、使えると思うんだよね。メインホールの階段の裏側のね、変な声が聞こえる柵みたいなドアのところで使えるんじゃないかなと思って。ちょっとさっき拾った本の使い道はまだ調べてないんですけど。これをはめて、なんかどっかでそのリサちゃんと戦うんだったと思うんだけど、あれはめたら戦うのかな？ちょっと忘れちゃったんですけど。まあ、セーブはとりあえずヘビ倒した後にセーブしたんで。やっぱね、忘れちゃうのよ。忘れちゃうの。時間も経ってるし。クリアしたけども忘れちゃうの。ねえ、たくさんゲームやってるとね、印象的なところはね、ハンターとかさ、ヘビとかさ、そういう、めちゃくちゃ印象に残ってるところは思い出すんだけど、細かいことはやっぱ忘れちゃう。ちょっと待ってね。これ使うんじゃないかな、メダル。2枚ちょうどあるし。ね。ここで使うんじゃないかと思いますが。ちょっとこれはめてみるね。使う。あ、使う必要はない。あれ？あ、使った。1枚ははまった。もう一つのくぼみが気になる。あ、これじゃないのか。あ、なるほど。1枚はこれなんだけど、もう1枚違うの。あー、なんか拾ったメダルを使うのかな。1枚は合ってるってことだよね。そうか。なんか他に使えるやつあったっけ？アイテムボックスがなかなかさ、近いところがなくて難しいよね。ちょっと待ってね。ちょっとなんか他に持ってないか見に来ました。もうこれ見てわかんなかったら調べよう。わからんわ。わからん。なんかもう一個ね、なんかもう一個拾ってるやつが、あるんだけど、あ、ウィンドクレスト。そういえば使ってない。大鷲のメダル。あー、やっぱないか。そうか。これ、2個使うんだと思ったんだけどな。違うのか。なるほどね。じゃあちょっと調べましょうか。ちょっといろいろ調べて。ほら、攻略サイトってさ、最短ルートが書いてあるから、私が今進んでるその道順とさ、違うからさ、書いてあることがね。なかなかちょっと、私が次何したらいいのか見つけるまで時間がかかっちゃったんですけど、ここじゃないな。なんかどっかで石像と迫り来る壁みたいな。あ、てかそういえばさ、これって、あれ？違う、間違えた。あれ？どっかエレベーターみたいになかったっけ？これって動かないのよね。このフロアでは使用できない。そうだよね。あ、もう一回調べちゃった。
ね、迫り来る壁と石像みたいな部屋がどっかにあったんだよ。どこだっけあれ。反対かな。反対のセーブ部屋の上の階の一番端のなんか暖炉がある部屋かな。ちょっとそこまで行きたいと思います。上から行った方がいいのか、なんかもう道がわからんのよ道がわからん。いや、下からでも大丈夫か。多分こっち行って、もうすいませんね、何回もぐるぐるしちゃって。そう、その壁と石像の部屋みたいなところ下降りて、あんま調べてないと思うんだよね、その辺多分。銃の弾がなかったのかな、なんか敵が出てきて多分。銃の弾がなくて逃げたりとかして、あんま調べてないんじゃないかと思うんだよね。ちょっとでもね、そこが正しいかもわからない。行ってみないとわからない。行ってみないと、そこに何かあるのかっていうのもわかんないんだけど。てか、そもそも弾私、あんま持ってないな。行ってみようとか言ってあんま弾持ってないけど、まあ、行ってみましょう。どっかでそのエレベーターのバッテリーを拾って、あ、こっちか。拾って、あの中庭でね、エレベーター使ってないので、あれを使う必要があると思うんだけど、そのね、バッテリーの場所がね、わからんだよね。どこだったっけと思って。ちょっと待ってね。多分ね、こっちの部屋の先かなんかあんま調べてないんじゃないかな。今回はちょっと、最初ヘビ倒して、その後はぐるぐる悩むパートになっちゃいましたね。まあ、カットしてもいいんだけど、あんまりカットするとね、それはそれでつまらんので、悩んでるところも残しておきたい。っていうね。この、先ってなんか行けるようになってんだよね多分。あ、そう、これね、降ります。ここを調べてない。多分ゾンビがねいるはずで、あとクモがいるのかな。クモは倒したのかな。ブルーハーブ持ってくればよかったね。なんかいるはず。何もいない。なんかいるでしょ。どっかに何かが。お、来るか？来るなら来るでこっち来てほしいんだよな。どこにいるの？こっち側にいるよね、多分。これ、こっちもなんかあるんだっけ？なんもない、別に。あー、抜け殻。これは？別になんかあるわけではないのか。うん。うわ、びっくりした。え？おお。これ何発で死ぬ？死んだかな？死んだっぽいね。で、あと多分ね、ゾンビがいらっしゃると思うんですけど、この先かな？ここの道はもう何もないね。OK。そうそう、ここ多分調べてないんじゃないかと思います。あんまりよく。ゾンビ倒して、あ、燃やすやつ持ってくればよかった。なんかいるわ。え、なに、あ、クリムゾンがいる、もしかして。ちょっと待って待って、クリムゾンかもしれん。最悪だ。うわ、4発しかないな。いけるかな。クリムゾンってショットガン何発だろう。ちょっと近づいてきたらと。あ、待って、これショットガンだよね。あ、よかった。嘘でしょ？そんなことある？ちょっと大丈夫？体力。やば。危ない。え、死んだ？死んだ？ちょっと待って、まだ生きてんな。間に合うかな、これ。あ、もったいない！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 何やってんだ、私は。もう敵いない？あ、もういないかも、でも。あ、よかった。これ拾っとこう。やばいやばい。ピンチだ。
ちょっと待ってね。これで、まだなんかあるね。ほら。なんか多分ね、調べてないんじゃない？まともに。こっち行ける。あ、行けるんだ。なんかいるんかな？あ、これじゃない？ほら、エレベーター電源装置。メインヒューズが焼き切られている。お、いいね。これで、もうなんもない？うん。これでいいんだ。ここを調べてなかったんだね。よかった。あれ？こっちなんもないよね。なんもないね。で、弾を無駄にしてしまった。もったいない。2発ぐらい無駄にした。待って、これで、多分、ここってなんか敵いるっけ？ちょっと待ってね。なんかいたらめんどくさいな。あ、いるわ、多分。いるけど、多分ここはぐるぐる回れるはずなんだよね。ちょっと今、燃やすやつとかも持ってないし、倒しちゃうとめんどくさいので。こっちおいで。ギリギリまで引きつけて、倒さずに、行く方が、ここさ、でも、その、あれ、一方通行だと思うんだよね。あ、でもエレベーター行けるわ。ちょっと待って。うん、オッケー。早く来い、早く来い。敵が来ちゃうから。オッケー、いいね。あれ？でもこのエレベーターって普通に上の階に行くだけ？もしかして。あ、違うとこ来た。あったね、こんなとこ。いや、ちょっと待って。敵はどっから来る？そっちかい。こっちは？ウィーやめてー。一回逃げよう。こっちなんだ？これなんだ？開かないやつか。おい、一方通行だ。どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。いける気がしない。もうそれやるしかないよな、やるしかないよな。いけるいける。ちょっと待って待って待って。そこはいけないんだもんね。他にね、ちょっといけるドア。ここが？ん？あ、そういう感じか。待って、ここいけるね。なるほどね。やばいやばい、ゾンビが普通にいらっしゃる。なんかいる？お、バッテリーじゃん。あー、ここにあったんだ。なるほどね。グレネードランチャーの弾か。これマグナムだ。ちょっと待て。今拾えないよね。あ、バッテリーパックも下にあったな、今。ちょっと待って。これさ、ゾンビさ、多分初期配置に戻るよね。初期配置に戻されるとさ、目の前にいるんじゃないかと思うんだよな。ちょっとマグナムの弾拾うか。今これだって私は、出てそのまま左の方に行きたいんだけど、多分ゾンビ目の前にいるんじゃないか？こっち大丈夫？あ、大丈夫だった。あ、ありがたい。これで行けるようになったね、こっちに。よかった。なるほどね。これで繋がるわけだ。ちょっと弾とかあったから後で回収しないといけないね。でもバッテリーパック拾ったから、ちょっと待ってね。やっと拾ったので、ちょっと中庭の方にどうせなら行きたいけど、時間は多分まだ私が散々悩んだ時間があるので、カットすればまだ大丈夫だろう。あそこはでももうマグナムの弾があるだけってことだよね、とりあえずはね。まあ、絶対必要なんだけど。あの、マグナムの弾取るの、ゾンビと出会わないでもいけるかもな。そしたら、ちょっとエレベーターのバッテリーを使ってみたいなと思うんですよね。で、さっきこの鉄のオブジェね、使うのかと思って外しちゃったんだけど、
もう一回使ってあっちの先の道に行ってみようかな。どうやって行くんだ？こっち側じゃないよね。多分反対だと思う。待って、アイテムゆとり、あ、間違えた。ゆとりあんまないか。マグナムの弾じゃまだいいね。こっち側じゃないから、下から行った方がいいか。なかなかさ、地図が覚えるのが大変だよね、本当に。まあ、それでもまだ、このマップだとさ、なんていうの？やっぱ視点が固定だから、割と覚えやすいっていうのはあるんだよね。こんな私でも。日頃は全然覚えらんないんだけど。どうやって行けばいいんだ？反対側だよね。もっとなんか簡単に行ける方法があるような気がしなくもないんだけど、もうダメだ。もうその道しかわからない。その行き方をさ、あっちから行っても行けるんじゃない？みたいなのがさ、全然こうピンとこなくて。反対だと思うんですよね。反対の。もうここのクリムゾンヘッドはさ、ずっとここに一人ぼっちでいてかわいそうだよね。なんか倒されることもなく、人を襲えるわけでもなく、ずっとここにいるっていう悲しいやつですよ、あいつは。こんな広い屋敷をこんなぐるぐる探索してたらめっちゃ疲れそうだよね。絶対疲れると思うんだけど。私には無理だ。こっちの方ですね。ハンターがしばらく出てきてなくて、なんか安全な感じしますね。ここの先。ていうかこれ鉄でできたオブジェで開くんだっけ？ちょっと待って、開くんだっけ？あっちの扉にはめてる方じゃないと無理かな。ダメだった。こっちじゃないのか。くそー。取ってきまーす。これよく考えたら、このカラスがいる、この絵がさ、いっぱい飾ってある、この道からも行けだね。こっち。今ちょうどそのメインホールの階段の裏の鉄のオブジェを取ってきて、で、今、ね、こっちから帰ったらちょっと近いね。ついね、こういろいろつながってることを忘れちゃうよね。いや、インクリボン欲しいわ。意外とインクリボンをさ、ケチらずに使ってしまったから、もうちょっと節約すればよかった。これでいけるはず。これで、ここにこれを使って、OK。っていうか、エレベーターとか使う場所ってカラスがいるんだっけ？めんどくさいな。で、どっちだ？今、中庭。こっちでいいのかな？ここ、あ、This is Brad. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad. Can you hear me? Shit. It's broken. いいね、進んでるね。なんか敵が出るかもね、じゃあ。フラグが立ったのかもしれん。ちょっと待って。あ、ん？こっちか。この辺で、使える？そっかそっか、ここではないのね。ここも使えるけど。こっちか。
こで、んエレベーターなんか分からんな。分からんくなってしまった。ちょっと待って、これをぐるぐるして。違うか。待って、分からんぞ。分からん、一回渡ろう。ここヘビが出るよね。気をつけないと。おヘビさんが。毒ヘビちゃんが、あ、ここじゃないか。もう一個先の道か。いたー。やばい、ブルー持ってないよ。うやっちまったな。間違えたよ。意外と大丈夫。やばい、これはブルーを使わないともうダメなやつ。まだ大丈夫。怖い。待て、これだよね。これは、どこにつながるんだ？え、ここどこだっけ？これはカラスのところ？あー、そっか。あ、ここ待って、ここだ。ここバッテリーいけるわ。間違えた。アイテムを開きたい。ちょっと待ってね。これで、待って、これはどこに行くんだ？これはどこに？お？あ！あ、ここでいいのか。そしたら、クランク回して、水を多分、水の流れを変えて、さっきの噴水滝のところ、水止めて奥になんかあるのが取れるんじゃなかったかな。ちょっとやってみますね。それが終わったら今日は終わりかな。これをだから使って、使うと水が多分、場所が、水の場所が変わるので、OK？ うん、滝の流れる音が止まったようだ。これで、だから、まあ、ここは通れなくなっちゃうんだけど、代わりにエレベーターで、行けば繋がるっていうことですね。なんでそんな面倒くさい作りにしたのっていうね。疑問ですけれど。これで多分、こっちから行けば、アイテムが取れるはず。てか、あそこにブルーハーブ生えてたね、プランターに。最悪その食らってもあそこで回復できたんだね。あ、こっちか。あれ、ちょっと待って。視点が、あー、なるほど。いや、これさ、行ったら多分戦うんじゃないか。行った後逃げれるかな？ちょっと全然武器とか持ってないんだけど。どうしよう。みんな見たいよね、でも。降りてみるか。ちょっと死んじゃったら頑張って、私やり直します、次回。どこでセーブした最後。ちょっと全然覚えてないや。これはリーサちゃんじゃない？まだ平気？あ、タイプライターアイテムボックスあるじゃん。素晴らしい。あったあった、こんなとこ。あったわ。あ、インクリボンある、ありがたい。オッケー。じゃあめっちゃキリいいじゃん。そしたら今日はここで終わりにしましょう。ちょっと時間がどのくらいか今全然わかんないんですけど、まあ頑張ってちょうどいい感じに編集します。そしたらね、この続き、ここを探索していくところ次回やっていきましょう。よかった、ちょっと進んで。うん。というわけで多分ね、リサちゃんとそのうち戦うと思うので、私は楽しみにしてるんですけど、もしかしたら次回かもしれないし、まだかもしれないしね、楽しみにやっていきましょう。というわけで、今日はこの辺で終わりにします。では今日もバイオハザード楽しかったと思ってくださった方はぜひグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それからチャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。あと SNS やっております。 Twitter よかったらフォローしてくださると嬉しいです。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。